い、どうも皆さんこんにちは。私キノと申します。殺戮の天使エピソード4続きからやっていきたいと思います。ということで、グレイさんがね、なぜかザックを助けてくれたんですけど、助言をしてくれるそうなので、せっかくだから一回聞いてみようか。おい、何かね。何かねじゃねえよ、どうしたらいい。正直これ以上わかんねえんだよ。開かねえ場所ばっかだし、鍵もねえ。あと持ってるもんはこのプレートくらいだ。ザック、それはただのプレートか？あ？文字が読めないんだよ。字が書いてあんのはわかる。でも読めねえ。それには名前が書いてあるのだ。名前？そのネームプレートは部屋の持ち主の扉にかけるものだ、ザック。思い当たる場所にかけてみればいい。反応が返ってくるだろう。ああ、そういうことか。とりあえず適当にかけりゃいいんだろ。そうだな、それでもいい。一応言っておくが、それは男女の名前が書いてある。おそらく夫婦だろう。知らねえよ。ああ、あの殺された二人か。あいつらここからどうやって出たんだ？くせえ、入りたくねえ。入らなくていいよ。登る。さて、じゃあ多分あのプレートを上の階の、ここってなんだっけ。あー、でこっちはいけないんだよね。ここに、ここにかけるのか。持ち物を選択する。このプレートをかけんのか。お、開いたんじゃない。ん、何にもなんねえ。この部屋はこのプレートのやつじゃないってことか。あ、そういうこと。なるほど。よし、じゃあここに、ネームプレートは部屋の持ち主のところにかかってるか。ここにこのプレートをかけんのか。開いた。お、やった、開いたな。これなら押せば入れる。押そうよ。誰の部屋だ。ただの部屋じゃねえか。いや、部屋だよそりゃ部屋だよ。誰かの部屋だよ。お母さん夫婦の部屋かな。中は空か。調べて、あんだこれ、ブラシか。写真の本。ん？箱の中には小さな鍵が入っていた。これであの地下の箱が開くか。え、でも床壊れてた。え、なんだよ。なに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 。おいおい、天井落ちてきやがった。潰される前に出ねえと。どういうこと何これ、何これ。え、出たよね、ちゃんと部屋潰れたんだけど。いい加減にしろよ。ふざけんなよ。ここのフロアのやつ頭いかれてんな。あー、くっそ、もうここは開かねえな。つうか、ここはなんだ。レイの何なんだよだいぶやばいな、この家。まあいい、鍵が手に入ったんだ。あいつのことを知るにはとにかく進まなきゃなんねえんだろ。地下に戻るか。このでも知ろうとしてる姿勢がいいよね。よし、一回じゃあセーブしておくか。でももうこれでプレート使っちゃったからな。またプレートが手に入らないと。あ、ジャンプできんのね。小さな鍵を使った。開いた。ん、オルゴール。この箱開けたら音が鳴んのか。あ、びっくりした、踊ってんのかと思った気持ち悪いガラクタだけど、見てみりゃガキくせえもんばっかだな。中になんか入ってんな。最初からそこ見てよ。
ああ、箱に入ってんだ。また文字が書いてあるプレートかよ。さっきのより小さいな。文字も短い。小さなプレートを手に入れた。なんか見覚えがある字だな。あ、閉めた。行くか。なんか悲しい音楽だったけど。おい、このプレートもさっきと同じでいいのか？ああ、今度はそれが入っていたのだな。使い道は先ほどと同じだ。そうか。どうした？書かれている文字が気になるか？教えてよ、そんなこと言わずに。知りたいというのなら私が読んでやろう。なんだその上からな言い方。いい、読むな。だが気になるのではないか？だとしてもこれは誰かに教えてもらう気分じゃねえ。そうか。そんな頑固なこと言って、本当は知りたいくせに。とりあえずじゃあさっきのところかな。またちょっと落ちたら怖いから一回セーブして。あ、そうだった。ネームプレート使うとしたらもうここしかねえだろ。結局これも名前がわかんねえな。でも開けゃいいんだから気にする必要はねえか。行こう。よし、開いたな。ここも押せば入れる。やっぱ見覚えあんだよ、このプレートの文字。なんだろう。そういえばレイのカバンから落ちた紙に。ああ、読めねえから何が何だか分かんねえ。急に悩み始めた。でも写真があんだからこっちがレイのだろ。でこの数字はなんだ。レイのは13、俺のは20とか書いてんな。え、13歳と20歳ってこと？何歳かってことか。じゃあこの写真と年の間は名前でいいのか。いろいろ頭使ってんな。レイチェルなのかな。レイの名前の最初の文字とプレートの文字一緒だよな。で、次の文字とプレートの次の字も同じ。レイチェルの部屋か、次は。全部一緒じゃねえか。うんだよ、やっぱ見覚えあったんだよ。なんでこんなところですっきりしてんだこいつ。じゃあここはレイの部屋ってことだな。つうか、なんでここにあいつの部屋があんだよ。まあいい。それより今度は何があんだか。この家のことを思うとどう考えてもあいつの部屋とかろくでもねえだろうしな。確かになんか仕掛けあるんだろうな。ま、考えてもしゃあねえか。知らなきゃなんねえみてえだし、俺も少しは気になる。ここがあいつの部屋か。床が真っ赤か。普通だが、普通だか普通じゃねえんだかわかんねえな。月が見えるベッドだな。ここの窓も月が打って上がる。どう見ても本物じゃねえな。本か。あいつ全部これ読めんのかよ。マジかよ。そこ？鼻の匂いがするけど鼻自体は偽物。なんか鼻たくさん置いてあんな。でもなんで全部偽物なんだよ。偽物か。なんもねえな。テレビ。これ電源つくのか。でもこれしかないよね。座って落ち着いてみるんだ。結構何わー、あれか。〇〇州〇〇の民家でガードナー夫妻の遺体が発見されました。遺体には刃物で切りつけられた跡と
拳銃の弾痕があることから殺人と見られています。遺体は死後1週間以上経っており、損傷が激しく糸で不自然に縫い合わされている状態でした。怖っ。その近くにいたガードナー夫妻の娘であるレイチェル・ガードナーは無事保護されましたが、言動に混乱が見られるため現在詳しく事情聴取をしているとのことです。それがここだったのか。レイチェル、今日は少しだけ深く話してみてもいいかな。大丈夫、恐れることはないよ。じゃあそうだな、君にばかり聞くのは悪いから僕の話でもしようか。深い話するんじゃないの。あ、こっちを見てくれたね。やっぱり君はすごく綺麗な目だ。事情聴取じゃないのこれ。あのね、実は僕の片目は義眼なんだよ。生まれつき片目がなくてね、子供の時は母さんがそれをひどく気に病んでた。病んで病んでとても暗い瞳をしていたよ。暗くて静かな目はいつしか子供の僕さえ映さなくなっていった。でも僕はそんな母さんを愛してた。その瞳が愛おしかったんだ。マザコン？ねえレイチェル、君はご両親が憎かったかい？いいえ。ではどうして切ったり縫ったりしたのかな。家族が欲しかったの。どういうこと？そう、きっかけは何だったのかな。きっかけ？何だったかな。ああ、そういえば家の近くの路地で子犬を見つけたんだっけ。小さくて可愛くてでもとても弱っていて、私その子犬がとても欲しかったのだけど、勝手に家に持って帰ったら怒られるから先に家に帰って子犬のことを話そうと思っていたの。子犬ってさっきの犬たちのこと？あ、え、あ、え、自分で動かすの？ああ、どうしてお前はそうやって俺に歯向かうんだ。夫婦喧嘩？だってアルコール中毒患者の言うことなんて誰が聞くっていうの？俺は働いて帰ってきたんだ。帰りたくもないこの家に。偉そうに何を言うの？あなたみたいなアル中の警官なんて誰にも必要とされてないのに。ああ、うるさい。酒よりもお前の言葉の方が毒だ。うわ、痛いわ。やめてやめて。お前みたいな精神障害の嫁をもらった俺は不幸だよ。それはお前の存在が不幸だからに違いないんだ。なあ、どうしてお前はこんなに不幸なんだろうな。ああ、あなたが私をこうしたのよ。あなたのせい、あなたのせい。家族が欲しかったってこういうことか。今日はキッチンにいるな。話聞いてもらえるかな。無理だろ。セピア色になってる。行かなきゃダメ。花はしおれてきてる。なんか悲しすぎる展開なんだけど。あ、お父さん。お前遅くまでどこを歩いていたんだ。相変わらず無言か。頭は動いてるのか。
あの、ああ、お前も俺に文句があるのか？え、待ってちょうだい。あなたお金を持ち出してどこに行こうっていうの？酒？それとも女？また私を不幸にするのね。なんで笑ってんの？笑うな、耳障りだ。俺は俺の幸福を買いに行くんだ。あら？なら私の幸福も買ってきてくれるのかしら。不幸な私にも幸福とやらを買ってきてちょうだいよ。不幸なだけでなく、お前は金まで食うのか？精神病で家計のやりくりもできないのに、そうやって全て私のせいにする。私に押し付ける。ああ汚い男、汚れた手で私の人生まで汚した。頭も体も根性もん性根情根も酒に侵されてる。え、ねえお父さん、あのね、この状況で犬が飼いたいっていう話すんのか。ああどこまでも不幸しかない家なんだ。俺には酒が必要なんだよ。一人だけ逃げないで。あなたがこの家を私をぐちゃぐちゃにしてるの。私が悪いんじゃない。全部あなたのせい。痛い、この脳なし。うっさいこの発狂女。あなたと結婚したせいで私はもう終わりよ。うわ。え？ああ、俺は何も殴りたくはないんだ。でも殴らせるのはお前なんだよ。頭がおかしい女に何を考えてるかわからない不気味な娘。俺の人生はお前たちが狂わせて地に落としたんだ。なんでこの二人結婚したの？お母さん。いつか私やる。うん？話を聞いてもらわないと。おいまだ勇気なの？子犬飼いたいって。すごいなレイちゃん。キッチンにはもう誰もいない。殺してやるって言うと言ってんの？私に何かあったら反対にこれであいつを撃ち殺してやる。ざまあ見なさい。私の切り札はここに隠してやる。もしそうなったらあいつは後悔して泣きわめけばいいの。私に頭を下げてお前が正しかったって言えばいいの。私のせいじゃない。こうさせたあいつが悪いの。お母さん、レイ何してるの？お母さん、あのね、話を聞いてほしいの。あのね、私は今あなたに構ってる余裕はないの。ぐしゃぐしゃにされたキッチンを片付けなきゃいけないし、あなたの話をおとなしく聞く余裕なんて心にないのよ。聞いてよ、勝手なことしたら怒るでしょ。あはは、すごい。なんであなたも言うこと聞かないの？え？ねえ、私はね、あなたがいるからこの地獄に足を取られているのよ。あなたの存在が憎いのよ。あいつとの交わりを見ているようで気持ち悪くて仕方ないのよ。かわいそう。2階の自分の部屋に行きなさい。お母さん、言うことを聞いたら私の話聞いてくれる？早く行きなさい。これ以上私を不幸でひどい母親にさせないで。レイちゃん、誰も誰かの言うことなんか聞かない。なんでだろう。お母さん、あそこに何を隠していたのかな。言うことを聞かせる切り札。それで取っちゃうのか。拳銃、こんなものここにあったんだ。切り札。それで拳銃を持ってたのか。結局誰も私の話なんて聞いてはくれなかった。
それからしばらくして、あの時の子犬をまた見に行ったの。そしたら、子犬はもう弱っていて、今にも死んでしまいそうだった。私がその子犬に触れようとしたら、子犬は私を噛んだ。そこから家に帰るまでの間はあんまり覚えてない。気がついたら、私は自分の部屋でその子犬を直してあげていたの。わっ。でもそれはすぐにバレた。ああ、あの日のお父さんとお母さんはとっても騒がしかったな。いい子、いい子だね。とっても可愛いね。ずっとそばにいていいんだよ。大丈夫、怖くないよ。うわ、お前のせいだ。お前が狂ってるからあいつはおかしいんだ。いいえ、あの子の異常はあなたのせいでしょ。うわ、そうやってまた。ああ、我慢ならない。ねえ、何する気なの。ひどいな。キッチン覗いてみようかな。行きたくない。いい子で待っててね。うわ、もうめっちゃやだ。拳銃は持ってんのかな。結局入ったまま。めっちゃ足しびれた。めっちゃ足しびれてる。話折れてきてる。あー、でも入るしかないか。あー、足しびれてる。行くしかないか。進む。そこで見たことはとってもよく覚えてる。そこで何してる？見たな。見たんだな。俺はな、最初からいらなかったんだよ。ここにあるもの全部、俺を不幸にするんだ。だから、お前も死んでくれよ。あ、ひどいひどい。そうだ、子犬が部屋に行かなきゃ。そういえばお母さんが拳銃を隠してた。この時のためなら私が持っててもいいよね。弾入ってる。あ、拳銃を手に入れた。早く部屋に。大丈夫、怖くないよ。でも死んでるんだよね、その子。何にも心配いらないよ。ねえ、だってこうするしかないものね。親父をイカれてると思うか、レイ。でもな、レイ、お前も一緒だ。部屋に逃げ込んでそんなものに話しかけているお前はどうかしてる。その箱を開けてみろ。ん？ああ、お前もやっぱりイカれてる。なんだその犬は。継ぎはぎだらけの死体だ。どうせその犬、お前が殺したんだろう。引き裂いて腹を縫って口を縫って心地よかったか。
違う。この子は私のものになっただけ。どういうこと？理想の私の子犬。ねえお父さん、私の理想の家族になって。めっちゃ撃ったな。大丈夫、私が直してあげる。そういう直してあげるか。その後、私はお父さんとお母さんの体を縫って引っつけてあげた。仲良くぴったりくっつけた。そして父さんの悪い腕はぬいぐるみの腕と取り替えて、母さんの口はにっこり笑うみたいに唇に糸を通してあげたの。それが理想のお父さんとお母さんだった。ずっと三人と子犬で遊んでほしかった。だから警察がみんなを連れて行った時は悲しかった。そうなんだね、レイチェル。君の悲しみはよくわかるよ。わかるの？あと、もう一つ聞かせてくれないか。その後、君が入った保護施設でも小さな動物が死んだね。それはなぜだか知ってるかい？君がやったのかい？ええ。ねえ、どうしてそこでも手をかけたの？可愛がっていたと聞いたよ。可愛がってた。うん、そう、すごく大好きだった。でもダメだったの。ダメだった？うん、欲しくなったの。家族にできたらいいなって、私のものならいいなって。でもなんでかな、何もかもがうまくいかない。うまくいかないか。ねえ、君はもっと自分のものが欲しいかい？ん？ひざまずいた。レイチェル、僕の母さんは自殺したんだ。僕の目が母さんを殺したんだよ。君の瞳は最後に見た母さんの瞳にそっくりなんだ。マザコン。暗くて静かで何よりも美しいあの瞳に、僕は君の目が好きだ。僕は君の瞳のその暗い輝きが永遠になることを望んでいる。ダメな先生じゃん。君の望みを何でも叶えてあげられるくらいにはね。この先生に当たったのが間違いだったな。レイちゃん。え？あ、気持ち悪い。こんなもん見せて何だってんだよ。確かにこれダニー先生が作ってたらめっちゃ面白いムービーだよね。これでレイのことを知ったってことになんのか。拳銃と針と糸、あの部屋の死体人形、レイチェル・ガードナー、レイ。ここはあいつのフロアってことか。じゃあここの殺人鬼は、行くか。これであの部屋に入れなかったら目玉野郎マジでふざけんなよ。めっちゃ怒ってる。さあ入れてもらえるかな。開いてんな。え、あ、寝てる。あいつこの本見てやがったな。なんだってんだよ、
俺は読めねえんだよ。おい起きろ、十分寝ただろ、起きろ。ダニー先生どこ行ったの？ザック、ごめんなさい、私足手まといにならないようにって思ってたのに。るっせえ、んなことはどうでもいいんだよ。え、いいかレイ、答えろよ。このフロアに来た人間はお前が殺すのか？知ったんだって。おい、ちゃんと説明しろ。え、レイチェルに乱暴するのはやめてくれないか、ザック。まあやっぱいるよな。あっぶねえな、お前近づくんじゃない。君は本当に短絡的で醜いね。ダニー先生。やあ、おはよう、レイチェル。君の代わりに僕が君のことを全部ザックに伝えておいてあげたよ。わあ、これある程度ダニー先生のなんか理想的な映像になってたんだろうな、多少は。ああ、ああそんなに暗い目をして今にも溺れそうだ。どういうことなんだよ、ここに来てお前のフロアで。俺はお前に殺されんのか？違う、違うの、それは違う。ねえレイチェル、もう嘘はいけないよ。分かってくれよ、僕君の頭を打ち抜きたくない。おい、うるさい、黙れ。言ったろ、僕だって必死なんだと。ここで彼女に分からせてあげないと。それにお前だって知りたいだろう、化け物風情の癖をして。レイチェルは自分の理想の家族を求めて親を殺した女の子だ。僕はそんな彼女のカウンセラーだった。そして彼女を僕が頼んでこのフロアの住人にした。まあ神父様はあまり気が進まなかったようだけど、僕は彼女なら大丈夫だと思った。それに何より彼女の瞳を、彼女の永遠の孤独をどうしても守ってあげたかったんだ。でも彼女の心は壊れてしまった。知らない間にこの部屋に置かれた聖書の一冊でね。フロアの人間として使い物にならない君を配置することをさすがに神父様は許してはくれなかったよ。ねえレイチェル、冷静な君がどうしてあんなにも心を乱したの？私は私の理想のものが欲しかった。でないと許せなかった。でも聖書には書いていた。本当に許されないのは私だったの。あはは、だから普通の清い汚れのない人間のふりをして死のうとしたんだね。それがザック、お前ならレイチェルはできると思ったんだ。バカのくせに神に誓って甘つさえ彼女の神様になったお前なら。でもレイチェル、君だってもう気がついているんだろ。いくら聖書を読んでも、己の間違いに気がついても本心は変わらないことを。でもレイちゃんは悪くないんだよ。心のどこかでザックを自分のものにしたいと思ってるんだろ。ああ、最低で最高だね。え、さあザック、道を選ぶ時だ。このままここで殺されるか、レイの神様を降りて一人でここを出ていくか、どうする？もう真実は覆らない。レイチェルはもう戻れないし、どこにも行けない。結果的に彼女は君を騙したんだよ。さあどう出る？レイ、ダニーの言っていることは本当か？ええ、そうだよザック。俺に嘘をついたのか？うん、ザック、ザックねえ、まだ私の神様でいてくれる？お前は自分のことを俺頼みにする気かよ。俺はお前の神様なんかじゃねえよ。
素晴らしい、その通り、ご名答。さあレイチェル、これで君はいつもの君だ。望みは僕に言うんだ、何でも用意してあげる。もう甘々なパパじゃん。そしてザック、君はもう行ってもいい。おい、好き勝手言いやがって。待って、レイチェル、私のしたことは汚れている、罪を犯した、それは知っていたの。でもダメだった、罪だと知っているだけで。どうしてそれが悪いことなのかわからないの。ねえザック、ダメ、違うの、ザックは私の神様じゃないの。え、でも欲しいのザック、私の神様。あっ、レイ、あーレイチェル、君の目はその瞬間が一番美しいよ。ザックすまない、君を逃すと言ったがダメだ。僕の優先すべきは今の彼女の望みなんだから。え、さあ生きるも死ぬも彼女を追いかけるしか道はなくなったよザック。僕は彼女の望みのためにお手伝いさんにでもなるよ。ああくっそ待て、どういうことということで時間がちょうどいい感じなので本日はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。